九字とは日本史における用語の一つで下記の意味で用いられている。九字は本来は朝廷における政務一般を指した。主来に九字不思議という文言があり、中国大陸からの律令制の導入とともに用いられた言葉であったと考えられている。また、協議においては国史が租庸調などの租税徴収及び、 財政収支を記録するために作成した4度公文を寛解することも、九時と称した。平安時代中4以後、朝廷政治の儀式化が進み、設営や樹木などの四季折々に行われる年中行事の運営が、朝廷における政務の主たる部分を占めるようになっていき、それに、尋常などの表情や訴訟が組み合わせられていった。 こうした一連の年中行事を主体とした朝廷の政務及び関連儀式そのものを九時と称した。九時は天皇、または時典の君を主催者として、情景と呼ばれる奉行を務める九行を中心とした九行とこれを事務面で補佐する弁官、劇、死などの官人が演儀式などの法令や上岸儀式や西宮北山省に対する講師各種の儀式書に基づいて、 行われてきたが、慣習教育制の確立によって、訓下の家柄の固定化や、監修の世襲化が進行した。その中で、訓ゲたちの間で公事に関する知識を日記などに、記し、あるいは、それをまとめて、書物の形式で子孫に継承しようとする家が、現れた。こうした知識の累積が、やがて学問として体系化されて、夕食古実へと発展していくことになる。 しかし、鎌倉時代以後、朝廷の実権が次第に低下するに伴って、各種のくじを維持するための政治的、財政的な裏付けを失っていき、多くの公家事が縮小、簡略化され、あるものは廃絶するに至った。南北朝時代から室町時代にかけての二条、吉本のくじ五十番歌合わせや一条、金吉のくじ根源など区下による、 夕食古日書作成の背景には、九時復興による朝廷の権威回復の意図を有していたが、応仁の乱以後の公やごとは全く名目化してしまった。中世においては、年貢、諸島、漢物と呼ばれた租税を除いたすべての雑税を指して、九時と呼ばれた。由来は、平安時代中期に行われた、伊佐親京に代わる朝廷からの臨時の負荷であったが、 小園公量制の確立とともに、小園、公寮、座などでも徴収されるようになり、対抗検知による新たな租税体系確立まで続いた。くじを分類する方法は様々である。負荷を行う主体によって、直事、陰字、国時、新時、仏あま根役、本所役、本家役、預かり症下手武家役、児頭役、守護役などがある。 負荷を負担する対象となる主体によって、百姓薬、タット薬、名薬、奨薬、御家人役、守護役、受領薬、ゲス薬、預かり奨薬、消し薬、本庄薬などがある。さらに負担する対象となる負荷によって、御家人役、奨薬、敬語薬、妊婦薬、単線、胸別、忍別、馬別、牛別、捕別、山手、川で、裏役、積線。 津量、市場銭、座船、節量、一根量に基づく負荷や、単別のような土地に基づく負荷は厚生に発生したものである、そして負担の具体的内容より労働によって報酬を行う、夫役とそれ以外の、雑苦事に分けられる。雑苦事のことを単に、苦事と呼んで、年貢、諸島及び、夫役と区別する。雑婦児は、主として現地における、特産物や、 その加工品の形で納付されたが、後には大洗脳などの金銭の形で納められる場合が多くなった。政務における公家ごとの一環としての年中行事が整備されてきたのと同じ平安時代中期には、素養調、贈用を基本とする律令制の租税体系が解体したため、くじを含めた朝廷の運営費用は、諸国の国士である受領が負担を受けおう図式となった。 恒例の行事については、用や蝶を継承したとされる燃料、立文によって賄われ、臨時の行事については、行事書や蔵人書が、飯物、書家などの形式で諸国に負担を配分した。さらに代理や自社の修理造営に対する負担も、くじの一環として諸国の受領に負担を配分したが、その際に受領が自己負担で賄いきれない部分を臨時雑益、 国役の名目で民衆に負担させることが許容された。こうした公や事を名目として、本来の負荷である年貢、諸島官物とは、別個に負荷される租税のことを、くじと称するようになった。12世紀に入ると、伊勢神宮駅不幸米、増代理役、大城海役、造りの飲み屋役、九行直使役など、七国時、八角時と称される一国平均役が、 成立することになった。12世紀に入り、荘園公領制が確立されていくとともに、荘園においても、荘園領主である区芸や実社が、朝廷に対して一国平均役などの自己荘園の、不可免除の申請と荘園と公領に、両属していた農民層を、自己の証民として取り込んでいく一方で、事故の年中行事や法映など、臨時の行事の際に、恒例の年貢とともに、 くじを徴収するようになった。また、荘園領主のもとに徴収した年貢、くじなどを運行する妊婦役や関連した施設の警護や修繕を行う際にも、証民に対して臨時の徴用を行う場合があり、それも、また、くじと称した。くじは、荘園領主や領主に代わって、経営を行う預かり所が建築を行って、本在家を確定させ、在家役として、これを付加した。 さらに、国史、木代、財長管理によって運営されている国画機構においても、国史の館の敬語や国分寺、一宮の修繕などを、事故の管轄下にあった国画寮に負担を求めるようになり、省縁と同様に研修が行われて、財契約として、くじが回帰された。くじの徴収方法としては、日割り計算による、日別くじ、月割り計算による、月別くじ、 なお単位とする名別くじ、面積を単位とする単別くじ、だの面積に応じて、くじ負担を配分する均等名声、省内を複数の番に編成して、番頭を定め、番頭が交代で番子を率いて、くじ負担をする番頭制、名体制の解体後に出現する党な主に、くじ負担を受け負わせる党な主制などが行われた。さらに、戦国時代には、 くじ専門に徴収するためのくじ伝が設定される場合もあった。なお、夫役などの特定の公家ごとの負担などを理由として雑くじが免除されている場合には、免田免畑免や、めん家と呼ばれていた。これらの公家ごとは、かつてのようや、蝶などの人身に対する負荷の延長上にあり、荘園や国画料に居住する者が、 名ぬしびやの役である公家ごとを負担することが、平民百姓イコール自由民としての義務と考えられていた。反対に本来は、脇在家、下人、所住など、正規の住民としての権利を有しない者には、くじ負担の義務はなかった。だが、明体制が解体し始める室町時代以後になると、負担者と非負担者の区分が不明確となった結果、 彼らに対してもくじが付加されるようになり、また本来は、人身の労働によって負担する、はずの公や事が、財家別、単別など財力に応じた負担に移行するようになった。ほか、大洗のやくじ船と呼ばれる金銭を負担させることを目的とした負荷も広く行われるようになった。また、年貢を納める、年口と公や事を納める、くじ地に分けて付加する方法も行われるようになったが、 対抗検知によって、九時の負荷の権限を及び、九じ地の存在は否定され、年貢の米農を中心とした、租税体系に移行することになった。12世紀末に、鎌倉幕府が成立すると、武家の当領である将軍が、独自の政治的権限と政務及び、年中行事の体系を、九時として構築し、家臣である御家人に対して、くじを負荷した。御家人は、将軍から、 守護、自党などに任命されて、所領を安堵され、平民白将に対するくじの負担を免除されるなどの保護を受けており、その代償として御家人役と呼ばれる各種の公やごとを負担したのである。御家人に対するくじは人的なものを除いては、万所を通じて金銭で徴収された。これを特に関東くじと呼ぶ。同じ頃、天皇や院、寺社、 石管家などの他の検問に仕えていた、新人、よりうど久保人などの非農業民である食農民に対して、本来在家として課される公焼事を免除されると、共にその代償として、それぞれの食農に応じた奉仕を行い、これも、くじと称した。後にこれは、商人などの同一食農民によって編成された座に、対するくじへと発展することになる。室町幕府が成立すると、 守護両国制が確立されていく過程で、区下や寺社などの荘園領主は守護の軍事力に、依拠しなければ、年貢、くじの徴収が困難となり、反対に守護はその立場を利用して、国内の荘園、公領に単戦などの形で、独自の公やごとを復活することで、両国支配の強化と、財政基盤の構築を図るようになった。また、守護は、 室町幕府が諸国の守護に付加した守護役も同じように国内の荘園、公領へと転化していったが正威大将軍であった足利義満が南北朝合一と大乗大臣就任を果たして後部の最高権力を掌握すると室町幕府から諸国に出された守護役は朝廷からの付加と同様に見なされるようになりくじ、久保役と称されるようになった一方 個々の荘園や公領を現地において経営している在地領主が荘園領主や国画からの大やけ事とは別個に必要に応じて独自の雑く事を付加する場合があった。例えば在地領主の家において行われる年中行事に必要な食物や薬物、彼らの直営殿である佃における工作作業などがそれにあたる。佃における作業は1件あたり3日間が原則とされていた。 また、こうした雑くじを負担したものに対しては、在地領主が報酬として酒やご馳走を振る舞うことが広く行われていた。こうした雑くじを孵化していた在地領主は、自らも昇園領主や国画から孵化される公やごとの負担者でもあった。例えば、軽女王と鎌倉夫のように、夫役として京都や鎌倉に出向いて、領主らのもで奉仕を行ったほか、 小園領主や国賀が、県中や官能、年貢、くじ収納のために派遣した死者や彼らの庇護を受けた、客人が現地を通過する際には教会まで出向いて、迎えて三日クリアなどの接待を行い、必要であれば、迎え夫、相夫などのお供となるものをつける必要があった。こうした負担は、在地領主自身が行うとともに、必要に応じて百姓たちにも負担を求めた。こうした、 在地領主の負荷に、地域の百姓が、公やごとの名目で、負担の義務に応じることで地域の構成員、自由民としての権利が与えられるという図式は長く、地域に根付き、省縁ン考制や名体制が衰退して層が、編成されて、町や村に自治的要素が登場すると、その町や村における行事に対しても百姓に対するくじの負荷が行われるようになった。 だが、一方で公やごとに応じることによって、そこの共同体の構成員としての権利を保障される、上での必要な義務として考えられるようになっていった。戦国時代以後、戦国大名が抗議として裁判を行うことを、くじと称し、文国法にもこの語が登場する。また、江戸幕府勘定方において財政に関する、勝手方に対して民政に関する部門を、 九字方と称し、九字方を定め書きと呼ばれる法典が編纂され、民事、刑事を問わない訴訟に関する規定が設けられるなど、裁判全体、または訴訟手続きを指す意味での九字の語も長く用いられ続けた。なお、江戸時代の裁判、訴訟においては、裁判、訴訟一般を指す、九字と次節における民事訴訟を意味する九字の二種類が、 同時に用いられる場合も存在しており、注意を必要とする。従来、上位者から会社に対して、共同体の一員としてまたは自由民としての、権利保障のために課されていた公やごとという語が、会社から上位者に対する素願に用いられた背景には、これまでは、村や町などの共同体発生した揉めごとは、共同体内部の自治や、起きて、監修に従って済ませる。 内裁によって解決されることになっていたが、特別な場合に限って共同体外部に解決を委ね、裁判権を持つ抗議を認めるようになった当時の観念の反映と言われている。これは当時の町、損が高い自治意識を持って外部からの干渉を極力排除しようとして現れであったが、その一方で共同体の自治機能に基づく内裁による解決の論理は、 封建権,権力から見れば民衆間の揉め事は共同体内部で解決すべき問題であると捉え支配者は民衆に対する恩恵として素眼の権利を与える存在に過ぎずなおかつ支配者の統治命令の絶対性を前提とした前近代の日本社会においては民衆が裁判を請求する権利を否定して支配者が民衆に法的保護を与える義務がないことを認める効果を与えていた 江戸時代においては、銀未筋と称した、刑事事件に対して、デイビ筋と呼ばれる民事事件があり、デイビ筋に関する訴訟、すなわち民事訴訟を指して、くじあるいはくじ出入、出入物と称した。ただし、実際には、内裁、相対で解決される場合においても必要な手続きを、くじ出入と称するため、注意を要する。くじには大きく分けて、本くじと、 金くじ、中間ごとの三つに分けることができ、訴状が受理された後に審理に当たる武行、大官がそのいずれに当たるかを判断した。本くじとは、家督や土地、教会、貫通、古作、奉公人関係など、権利関係の争いを指し、金くじとは、金利利息のついた、金銭退職及び、預金、市権訴訟を指した。中間ごとは、くじ方を定め書きに、 連番消盟うの証受けを委託くよう割合受け取り工程、芝居起動税に無人金と定義されているように共同事業、無人、芝居起動税に有助上げ代など仲間内部における利益分配をめぐる訴訟を指した。もっともこの区別は幕府法によるもので、藩によってくじ名の区分や故障に違いがあったし、幕府法においても時代とともにくじ名の移動が生じた。 なお、九次の訴訟は、自社奉行、長奉行、環状奉行並び配下の大官が言ったが、他奉行の支配地域や、多量のものとの訴訟、資料館の訴訟は、江戸幕府表情書が言った。本九時は、公益的要素も含むために原則的において、幕府によって訴訟を受理されたが、金九時は、必ずしも受理されるとは限らなかった。これは、受教的な封建社会において、 金利を伴う取引が癒しまれたことに加え、こうした取引は相互信頼に基づくものであり、本来は内部で解決されるべき問題であると考えられたからである。そして、中間ごとに至っては、当事者間の強い信頼関係上に成立しかつ、内容自体も収益性が強く、反封建的、反道徳的なものであり、紛争が生じても仲間内の責任問題であるとして、 訴訟の受付は行われなかった。さらに当時の日本の法思想では、行政権と司法権の分離は行われておらず、かえって刑事事件である銀味筋の銀味を通じた治安の確保こそが行政行為の中核と捉えられていた。さらに前述のように共同体の自治に基づく内裁、相対による解決を良しとする伝統的な思想があり、 民衆が訴えを起こす際には原告による訴状に、名主の奥印が押されていること、多量にまたがる訴訟の場合には領主による訴え状、転換の添付がない場合には、書類不備を理由に却下されるなど、訴状を受理されるまでに、壁が存在していた。また、子が親を訴えることや従者が主人を訴える、こと自体が犯罪とみなされていた。さらに、武行、大官も訴訟を受けても、 積極的な審理を行わずに、特に、金九字に関しては、町役人、村役人と共に素人に対しては、訴えの取り下げとな裁、際、相対など当事者間の話し合いによって解決させることを基本方針としていた。従って、九字の増加によって、銀味筋の銀味が滞ることは重大な問題と捉えられ、長部業所が、 金くじの受付そのものを拒否する相対済み例などがしばしば出された。相対済み例によってくじの訴権を奪われた人々は泣き寝入りするほかなかった。さらに実際の訴訟手続きにおいて法手続きに通じた公やけごと宿、くじ氏と呼ばれる仲介人なくしては内裁相対の合意や裁判の遂行は不可能であった。くじ宿は奉行所の公認を受けて、 くじのために遠方から来た者を宿泊させる施設で、くじ市は、くじや内災の手続き代行などを行った、非公認の業者である。だが、くじ宿の経営者の中には、くじ市と同様の業務を行ったり、くじ市の圧旋業を行ったりする者も,もおり、実態としては大きな違いはなかった。だが、そうした公家ごと宿、くじ市の中には悪質なものも存在しており、 そうした公家ごとやど、くじしに騙されて、帰って財産を失うケースも頻発して、人々を苦しめた。こうしたことが、民衆に裁判、訴訟に対する不信感を植え付けるとともに、支配者の統治、命令の絶対性及び疎願そのものを恩恵的行為と捉える、政治思想が、日本における、権利意識や、法観念の発達に、深刻な影響を与えることとなる。 また、こうした、訴訟体制の不備が開国後に、欧米列強から、欧米並みの主権の法的保護を受けられないとする、証拠とされ、違い保権などの不平等条約を押し付けられる、一因となった。伊藤俊一、室町気象演征の研究花輪処房、2010年、P66 から67。ありがとうございます。